こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は2月4日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それでは、よろしくお願いします。12月の4日生まれさんは、まあ、水亀座だ。水亀座らしい水亀座。タフで、率直で、とても魅力的。新しいもん好きで、決断力があり、商売のセンスもあるでしょうね。コミュニケーション能力も高くって、人間の上下関係の認識がうまいんですよね。この人には敬語使った方がいいなとか、この人にはこう、もうちょっとこう、ぐっとこうちょっとずうずうしく言っても大丈夫とか、でその人の心理を見抜く天性の感をお持ちでしょう。ただこの人、まあ内面にね、いろんな矛盾を抱えがちなので、その辺のアンバランスさ、不安定さっていうのは、この人のまあちょっと破壊的な衝動を引き起こしやすいかなというふうな、魅力的でかつちょっとアンバランス、吉と出るとか凶と出るかというふうな使い方によってはね、ハサミにもなれようが、人を傷つけることにもなろうがというところの方ですね。はい、吉凶混在というところでしょうか。はい、で、この人の、まあ、良いところというか、まあ、整いやすいところというのは、まあ、几帳面さ、自制的、ちょっと我慢する癖がありますね。我慢する、なんかこう修行好きというか、なんかトイレをギリギリまで我慢してみようとかなんかちょっとこう自分でここでお菓子を食べるのを我慢しておいて、決められた日に食べることによってお菓子の値打ちを上げるとか、そういう、こう自分へのご褒美、ほら横断歩道の白いところしか渡れへんとか、なんかそういうね、マイルールを自分で作って、自分で修行して、自分で乗り越えるみたいな楽しみ方しやすいですね。で、結構周りからはね、落ち着きがあって、現実的でさ、実際化で、浮ついたこと言えへんなっていう風な信頼を持たれやすいです。で、基本的に几帳面で勤勉で、真面目に働きはるから、信頼もすごくされやすいんだけれども、基本的に気さくやしね。で、コミュニケーション能力も高くってさ、非常にその、信頼されて、グループの中で、役に立つ人というかさ、頼りにされやすいみたいな側面を持ちながら、この人はちょっとさ、さっきもちょろっと言ったけど、不安定で破壊的行動、破壊衝動に駆られやすいんですよね。っていうのも、ちょっとこう、ほら、あれもこれも背負い込みすぎるのよ。几帳面で真面目であるがゆえに、で、落ち着きがあってさ。だから、なんか、ちょっと頑張ればできることを全部できるできるできるって言っとって、なんかすごく頑張って意地を張ってたりとか、あれもこれも背負い込みすぎて、こう観念袋が破れちゃったりとか、なんかこうぐっとこう飲み込みすぎるっていう風な、こうこの人のこう悪い癖っていうんですかね、精神的な未成熟の部分が出るとそういう風になっちゃうんですよね。でこうわーっと文句を言う前に一回黙って溜め込む時期っていうのがあって、ぐーっと黙って破れてグズ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 言い出すみたいな。じゃあ、初めから、できるって言って、持って帰らへんかったらよかったんちゃうみたいな感じで、怒られるみたいな、めんどくさいやつやなとかって思われるみたいなのが、この人の、まあ、精神的な未成熟だったりとか、幼児性ですよね。そういうものが、こう、立っちゃうと、まあ、意地っ張りでさ、押し黙りがちでさ、威張りんぼで怒りんぼになるみたいなのが、この人のアンバランスが出ちゃうとそういう風になるかなと思います。真面目で強いことは素敵なことだけれども、自分にも限界があってさ、できないねんって言ったりとか、いやできるって言ったけどできひんと思ってすごくビビってて、どうしようって早めに相談してくれた方が、一緒に仕事してる方も、あ、早めてくれてよかったみたいなさもう抱え込んで爆発っていう自滅はちょっとね、怖いパターンかなというふうに思いました。だからこの人にとっては、自分を律してグッと飲み込んで頑張るっていう、頑張り方は得意やねんけれども、ダメやねんって言えるその柔らかい方ですよね。ダメなところを見せる勇気だったりとか、早めに
相談する、人との距離感って結構分かるくせにさ、自分は甘えられないみたいな不器用さ思ってたりするので、そこをいかに柔らかく柔軟にしていくかっていうのはこの人の成長のテーマなのかなっていうふうに見てて思いました。はい、自分に優しくみたいなところですよね。はい、気さくな性格です。もう本当に基本的にはもう社交的でさ、上手に人の中でうまいこと生きる人やし、基本的にまあ人の中で生きる人ですよ。人と関わる仕事とか社会の動きとか新しいものみたいなものをこう上手にこうミックスしていって、仕事だったりとかライフワーク的な生きがいとか、ものをやっていくんじゃないかなと思います。で、まあ、人当たりはよく、で、思うことはしっかり意志強く持って、野心家ですよね。身を立ててやりたいって、何かこう、値打ちのあることをやって、しっかり自立したいみたいな気持ちがすごく強くていらっしゃいます。だからこそ、すごく勉強できたりとか、すごく努力できたりとか、しはると思います。で、この人の場合、物質的な欲っていうのは結構強くって、お金ですよね。お金とか物とかに対する執着が結構強い方です。で、それと、さっきもちらっと言った内面にいろんな矛盾を抱えてるって言ったのそこやって、水瓶座やから基本的に空想家だったり、クリエイティビティですよね、クリエイト。すごいこう憧れだったりとか、自分の世界に対する理想だったりとか、すごく強いのよ。ああしたい、こうしたいって、本当はあれもできるはずだみたいなのがすごく強いんだけれども、一方で物質的やねん、すごく。でも予算がないとか、でもここの制限の中でやらなあかんのかとか、あれはいるなあとか、そういうのあるな。何でもいいじゃん、できればじゃないのよね。このクオリティのものが手に入ってほしいとか、いくらはいるとか、そういうのやら金銭的な執着ですよね。すごく強いので、そこの葛藤っていうのは、この人がし、働いていく上で、それは職業とかって意味じゃなくて、世の中、に出て、する活動すべてにおいて、ついて回るジレンマじゃないかなと思いますね。無限にイマジネーションとか夢とか広がっていくのに、その自分の中にそのボロくてもいいじゃんみたいなものがあんまりないのよね。なんか、自立したいけど、寝袋一つで出ていくわけにはいかんみたいな。やっぱりなんかマンションに住みたいしみたいな、そういうのもあったりするのよ。だから、どこでその人の妥協点、自分の妥協点を打っていくのかっていうのは、男性か女性かにもよって違うやろうし、使える武器によっても違うんだけれども、そこのなんやろな、どこで自分の妥協点を出し、なんていうの、芸術とか仕事って、その制限時間内にいかにどこで妥協点を打ってくるかって、その、クオリティっていうものを勝負するかだかなと思っててね、言ってること分かるかな。時間とお金を際限なくかけて完璧なものを作るっていうのは不可能なんじゃないかなって、私は思ってて、もう全員みんな制限時間とか限られたお金とか限られた体力とかそういうもので、それの中で出してきましたみたいなもので勝負するというか、まあ出し合っていくっていうのがこの世界の創造性であるとして、その理想のどこで、自分は妥協するというか、ここでよしとしようみたいな、もうこれが自分の実力と思われてやむなしみたいな、腹の割り方みたいなもの、私だってこれ準備して喋るのに今日って決めてるから、もう今日までにやらなあかんわけですやんか。ね、もうなんかこいつ喋り下手くそやなとかさ、意味分からへんなって思われても、もうこれが私の実力、もうその時出てるものが実力みたいな割り切り方っていうのは、もう出していく人間全員に必要なマインドなんですけれども、そことの割り切りができるかどうかって、2月4日がスタートができるかどうかで結構、決まってくる大きなポイントじゃないかなと思います。人よりもそこの葛藤というか割り切るところの辛さっていうのは強いかもしれないですね。なぜならその部品として理想と金銭的な執着に関するパーツがね、人よりちょっと大きいんですよね。だからちょっとしんどいと思う。でもやるんだ頑張れ、クリエイターはそこはもう乗り越えなあかんからさ。はい、応援してます。ほんで、もう基本的にこの人の何やろな、生きるテーマになり得やすい
ところとしてはやっぱり自分の思っていることを伝えていくっていう風なステージですね。持ってるクリエイティビティ、創造性、自分の世界観みたいなものをいかに表現して活用していくのか、自己表現をどのようにしていくのかみたいなものはこの人の生きるテーマみたいになっていくんじゃないかなと思います。うん、認められたい気持ち、独立心で、この人の新しいものへの抵抗がない感じ、で人間関係がうまいことやっていけるセンスみたいなもので、商売だったりそういう部品ですよねを鑑みても、この人はまあ、発信していかないとこの人の人生自体があんまり回らないんじゃないかなっていうのは思います。発信者であること、っていうのはすごく重要だと思います。で、頭の回転が早いので、情報収集の容量がいい方だと思います。この人の武器は、人間のほら、さっきも言ったけど、情景関係の認識もうまければ、人の心理を見抜いてるその天性の感みたいな、説明されなくても分かるやろみたいな、こう見たら分かるやん、この人この人のこと好きやんみたいな、そういうのがね結構感が鋭い方なのよ。で、だから誰から何を聞き、誰に何を聞けばいいかとか結構分かったりするのよね。それはね、みんなにある能力ではないんですよ。あなたにならあるけれども、それはセンスってもんですね。で、この人の場合、そういう、こう知識とか情報の影響、自分に対する影響、2月4日がその知っていることに関してどのように反応するかってことがまあまあ重要な人なので、状況判断能力も高いんやけれども、持ってる材料ですよね。自分が知っておいた方がいいとか、知りたいとか勉強したいとかって思うことに関しては、心持ち貪欲めに、ちょっと前のめり気味に集中していくっていうのが、この人の才能の開花だったりとか、人生が開くスピードだったりとか、そういうものにかなり影響してくると思うので、何やろな、質問力を高めていくとか、聞き出す力、阿川佐和子さんの何やっけ、聞く力みたいな、ああいうものを勉強なさるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、まあ仕入れですよね、情報の仕入れで、それをアウトプットすることでこの人の利益みたいなものが出てくるんじゃないかなと思いますので、そういう情報の仕入れっていうのには力を入れる、その仕入れ方 にしんどくない状態で仕入れ続けるみたいなことができたら、この人の回転っていうのはすごくスムーズになっていいんじゃないかなと思います。はい、ほいでー、まあ、基本的にはタフで、まっすぐで正直で、みんなに魅力的だなというふうに思われやすいでしょう。で、この人の人生の区切りは2つ、1件目が16歳から45歳まで、で、この時っていうのは16歳から45歳までね、感受性とか感性とかセンスみたいなものがガンと尖る時なのよ。で、さっきも言ったけど、その頭の回転が速くってさ、知識に対する容量だったりとか、人間関係のこの人にあれを聞こうとか、この人にこれを頼もうみたいな、そういう風な感とかがすごく鋭くていらっしゃってて、新しいものへの新しい情報とか、時代の流れですよね、新しい流れみたいなものに関する肌感覚がすごく鋭くていらっしゃるんですよね。そういう才能っていうのを活用していくのは16歳から45歳までになると思います。旬ってやつですよね、才能の旬で、できれば人と関わる、場面で社会の動きっていうものを活用するような、動き方がいいです。で、ひとたびなんか商売にビジネスセンス、商売の才能が結構あらはるし、やる気もあるんですよ。基本的には金銭的な執着が強いから、儲かるって思ったらめっちゃ頑張れるし、プライド高いけども儲かるとか、なんかこの知識入るとかやったら全然頭下げられると思うの。その辺の割り切り方素敵やな思うんですけども、そういう昔からあるものというよりかは新しい流れみたいなもので人と関わり続けると、この人の場合は成功しやすいですね。で、もうちょっと言うと短期なところがあるというか、頭の回転早くってさ、新しいものを使いやすいから、よく余計にさえねんけど、飽きよるんよな、飽きるんよ、もういいかなって思い始めるっていうか。で、そこに関して言うと、そのどこで勉強する、どこで働くとかっていうことで言うと、長い目で見て関われるところ
そういう視点っていうんですね、長い目で見て、ここの土俵で商売していこうとか、ここの土俵で戦っていこうとか、こういう風なステージで自分やろうと思うみたいなのを長い目で見て関わっていくと、結果が出ていくっていう風な形をされてて、あんまり短期決戦向いてないんですよね。だから我慢も必要かもしれないし、潮目を見てあかんかなって思っても、路線を変えるだけでその分野からは逃げないとか、そういうふうなこう我慢強く関わり続けることによって出る、つく力とか出る結果みたいなものがこの人を豊かにするっていうふうな流れがあるので、その辺の何やろな、目当て、ここでやっていこうかなっていう目付けみたいなものは、やったらちょっとこうしっかり折ろう、折り続けるみたいな、柳瀬隆戦法で、柳瀬隆戦法知ってる？アンパンマン書いてた人ね。あの人がもう結構ご高齢で亡くならはるんやけども、漫画家なんかドア作家なんか履いて捨てるほどおるやろって、でもずっと折ったら席は空いていくんやって、それで人最後まで生き残る、死ぬまで生き残るっていう風な漫画家戦、何？柳瀬隆戦法っていうのがあんねんけども、折ったもん勝ちみたいな戦い方っていうのを2月4日が身につけると非常に強いと思いますね。それ一本に専門でしなくてもいいけども、何かしら足を片一歩入れ続けるみたいな生き方っていうのは実は向いてたりします。ちょっと考えてください。よかったらね、参考になさっていただけたらなと思います。はいはい、そんな感じかな。うん、次、あ、そうや、これ言ってないな。芸術的なセンスが結構鋭くっていらっしゃってて、アウトプットですね、まあここでも自己表現とかの話なんねんけども、芸術とか、自分のクリエイティビティですよね、創造性っていうのを、まあ、人間社会の中でか、なんやろな、司会者的な役を買い続けるってことで発揮していくのもかまへんし、絵を描くとか歌を歌うとか、はいはい、身体表現であったりスポーツであったり、何かしらのアウトプット、自分で肉体や才能を使って自分の力を発揮していくっていうステージっていうのを、意図的に能動的に自分で作っていくってことをなさった方が、精神が健康でいられつ、い続けられることができて、とてもいいかなと思います。この人は基本的にほら、新しいものの抵抗がなくって、世界の動きみたいなものに、人の流れをフィットさせ続けるっていう役目になってるわけ。だから自分が所属したところが時代遅れにならないような役目っていうのを無意識的に関わろうとするみたいな。なんか、うちもファックス卒業しましょうとか、なんかうちもインターネット投票やれるようにしましょうとか、うちもズームで会議しましょうとか、新しいやつを入れていく係、提案してやっていく係で、そこに初め混乱が生まれるんやけども、それをうまいこと秩序立ててこうまとめていって、ルーティーンにしてしまうみたいな才能が終わりなんですよ。だからこの人は仕事だったりプライベートだったりで巡りが良くないといけないんだけれども、もともと持ってるエネルギーの総量がちょい多いめなんですよ、この辺界隈の生まれの人は。だから自分がその溜め込んでこうやってると、中でこう炎症を起こすわけ、エネルギーだって、そのなんていうの、心だって、中でこう溜まって渦巻いてるものは出さなあかんわけですよ。カラオケ行ってわーって歌うとスッキリするでしょ。あんな感じで自分の芸術性とか持ってる人には持ってるなりの義務って言ったらあれやけども、責務というかやった方がいいことがあって、めっちゃたくさん食べれる人はめっちゃでっかいうんこ出るんですよ。そんな感じで2月4日生まれはすごいこう情報能力、その選ぶ能力とか巡らせていく能力とか仕入れる能力とか使っていく能力があるから、出していかなあかんわけ。それは別にスポーツで発散してもいいし、芸術で発散してもいいし、おしゃべりとかそういうこうものをまとめて形にしていくとかでも何でも構えへんねんけども、何しかこの人のその能力を使い切るっていう風な場所っていうのが、まあ月に1回さ、なんかめちゃくちゃ踊りに行くとかでも構わへんから、やっとかんと自分のなんかね、精神性が濁るんですよね。そこはちょっと
意図的にした方がこの人のそういうこうセンス的なもの、才能とか感性みたいなものが濁らないように気をつけてあげるっていうのはすごく回り回って、いい仕事ができるようになったり、人に優しくいられたり、自分を責めずに済んだり、ちょっとほら、こう自分で溜め込めすぎてさ、自己流を人に押し付けてしまうみたいなのってさ、もう怯えの象徴やんか。自分のエネルギーを持て余して威張っちゃったりとか怒っちゃったりとか、こう押し黙っちゃったりとか、そういう、こうアンバランスさみたいなものを消化する上でも健康的な発散っていうのはぜひぜひ自分の使い方として、活用なさるといいと思います。そんな感じかな。で言ったな、はい、言ったよ。 OK。 ほんで、2月4日生まれさんの、恋愛や仕事での人間関係におきましては基本的にね、おおらかやし、気さくやし、愛想もいいから、人間関係うまいことやれるタイプだと思うの。お友達とか、恋人とか、結構フランクにできやすいんじゃないかなと思うんですけれども、内弁慶になりやすいっていう弱点がありますよね。なんか、身近な人には偉そうに言いがちみたいな。それもったいないので、占いでは、この人はまあ、身近な人に偉そうに振る舞いやすい、その心を許した時に自分の甘えの気持ちですよね。ちょっと偉そうに言っちゃったりとか、ちょっとバカにしたような言い方しちゃったりとか、なんかやばい、目に何か入った、痛い。なんかそういう、自分の心の弱さみたいなものは身近な人になればなるほど甘えて、なんか偉そうに言っちゃったり傷つけるような言い方しても、なんか分かってくれるだろうみたいな甘えがあるかもしれないんですけども、もうそんな私に言われんでも分かってると思うねんけども、身近な人ほど大切に優しくなさってくださいねっていうことですね。で、まあどういう人のがパートナーにいいかっていうと、素晴らしくなくても過ごせる相手がいいと思う。なんていうの、意地を張ってかっこつけてなくても過ごせるなっていう人がいいと思います。意地っぱりしてさ、かっこつけして、それが重なってすっごい頑張らないと自分が維持できないみたいな状況がこの人の自滅パターンなので、なんかすっぴんでメガネでもちょっとなんか勉強してないところとかバレても今から頑張るわとか、なんか今日すっぴんやからごめんねみたいなことが言えて、それを受け入れてくれるんだって安心できるような人、そういう風な人間関係を作っていけると、パートナーだったりとか、こう一緒に仕事やれるビジネスパートナーだったりみたいな人にも過ごしやすいんじゃないかなと思います。で、弱音が吐けるといいですよね。かっこつけて背負い込みすぎて、なんかなんで分かってくれへんのとかって切れる、なんか私ばっかりこれやってるやんかみたいになって切れたってさ、しょうがないやんか。エスパーちゃうからね、言わな分かれへんわけよ相手も。だからそういう風な言われ方したら、一人で全部やれって言われてるみたいで辛いとか、こういう風な流れになったら私が全部せなあかんのかな思って、頑張るけど頑張りきれへんからしんどいとか、そういうことが言える自分になることもそうやし、そういうことが、言える相手、かっこ悪いところが見せられる人っていうのがこの人にとってのパートナーとしてはすごくいいんじゃないかなと思います。自分で自分の殻を強くしないことっていうのが重要になってくると思います。はい、そんな感じかな。 OK。 とにもかくにも2月4日生まれさんは自己表現というのがこの人の、人生のテーマになってくると思います。ご自身のアイデアを、華やかでね、派手な感じに、クリエーションして伝えていくこと、人と関わる仕事をなさって社会の動きを感じ取り、みんなをね、こっちでやれっていう風に先導していってあげること、そういうことがこの人の役目だったり使命になっていったりすると思います。で、みんなにね、信頼されていろいろアテンされるかもしれないんだけれども、自分でね、背負い込んで、なんかこうグッとね、いきなり落ち込んで全てを破壊してしまうなどという悲しいサイクルには陥らないように、噴火はね、溜め込まずに、うまいこと言えへんねんけど辛いんやんかって言えるような、自分っていう自分のキャラクターを一つぐらいインストールなさってね、あ、今やりたくないピヨとかって言えるようになると、今無理ピヨとかね言えるとね、
行きやすいかなと思います。おなら出ちゃったピヨみたいなね、あのそういうふうなこうすごくない自分っていうものと、共存なさることっていうのが幸福の鍵かなと思います。応援しておりますということで、ここまで聞いてくれはってありがとうございます。それではほなねー。